今日の石木ダム建設予定地です。ダム計画は10年前の2013年9月6日に土地収用法に基づく事業認定を受け、2019年9月には土地の所有権が住民から国や県へ移されました。現地では建設に反対する住民の抗議活動が続いていて、ダム本体の工事は一部を除いてほとんど進んでいません。県と住民の対立はさらに深まる結果となっています。ここまでやるかなという感じですよね。不信感はありますね。事業認定にしても話し合いを進めるためとか口実は言いよったですよね。実際違いやったですね。全然そういう動きはせんやったし。また事業認定から10年が経過した今日、買い受け権という元の地権者が収容された用地を買い戻せる権利が発生するかどうかが注目されていますが、県では買い受け権についての国からの連絡は入っていないとしています。